どうもご視聴ありがとうございます。今回は今年度の冬リリースが予定されているヤバタニエンサイド B について今まで上がってきた情報をまとめていき内容を予想考察していこうという動画となります。それでは行きましょう。早く助けろまずヤバタニエンサイド B は初代の登場人物と罠をアレンジしたバージョンと言われておりますがストーリーの関係性については何も言われていません。 平行世界でのお話なのか、クローン体を使った実験なのか、誰かの記憶から再現したバーチャル世界での別の話なのか、まあ想像はいろいろ膨らみますが、これらについての決め手となる情報は今のところありません。続いて救出対象となる予定なのはこの8名。登場人物がこれで全てとは言い切られていませんが、これまでの監修から救出対象となってくるのはこの8人で考えていきたいと思います。 初代との大きな違いとしては田中エルナが不在である点と、先生というメツヤバタニエンに登場したエリン・モンゴメリーに似た人物がいます。に次に舞台については初代ヤバタニエンと同じくグレース家となっていますが、空の色がだいぶ異なっていますね。 オミオがアナと雪の女王みたいなことをして雪が降っているシーンがあったりするためヤバタニエンさんで訪れた「不上の地」ここでは猛吹雪が吹いていたんですけど、まあ、この「不上の地」とのつながりも感じさせられますね<え>それでは次に最近投稿されたサンプルの動画から明らかになった仕掛けを見ていきましょうまずは重しと連動した仕掛け重しを外して台座を上に上げてからもう一度重しを置くことで何やら起動しているようです おそらくこの重しによって下がる時の力を使って別の場所の何かが動いているとかでしょうかそうであるならば起動させてから急いで助けに行かないといけない娘がいるかもしれませんね次に N ・ツ妻の拘束のされ方が大きく変わっています初代ヤバタニエ園では自身がゾンビ化したグレースの目の前に拘束されていた状態だったんですが今度は吾妻自身がグレースがいた場所に閉じ込められています もしかしたらこのの世界でではグレースがゾンビ化ししていないいななかもしれないですねそうなると初代ヤバタニエントは逆にグレースが侵略者であるヤバタニ娘たちを返り討ちにした世界という可能性もありますがどうでしょう吾妻の拘束のされ方を見る限り救出を失敗してしまうと吾妻自身がゾンビ化してしまうような気がしますというかそれが見たいですねもたもたで次にチェーンカッターを使ってエレベーターが動かない状況とされています これのせいで最初のうちはエレベーターが使えない状況になっているとかでしょうかね。ヤバタニエンということもあり、このチェーンカッター安易に拾っていいのかすごく迷ってしまいます。動かしたらエレベーターの箱の下にいた子が潰されたりとか。次はこの窓枠。特に何も描写はないですが、初代とはちょっと形が異なっているというところがありますし、この窓枠は初代では実は触らない方がいい。実質まあトラップでしたから、今度は逆に謎解きに必須っていう可能性もありますね。 新キャラクターの先生の拘束方法も明らかになっています。ヤバタニ名物アイテムのチェーンカッターとハサミ両方使用する必要がある感じですね。先生を安易に救出したら誰かが逆に犠牲になってしまうということはパッと見はなさそうですけど、先生の口元不穏ですね。黒幕だったりするんでしょうか救出するかどうかでエンド分岐にも関わってきそうですね。メツヤバタニへのエリン・モンゴメリーと同様に、 トラップでは単純に死亡しなさそうな拘束のされ方ですよね。助けないということはできそうだけど、エリンを殺す、まあ先生ですね。先生を殺すということはパッと見できなさそうです。続いて初代では田中エルナが捉えられていたこちらのトラップ、サンプル画面では誰も映っていませんが、別の動画では腐った何かを隠していたような描写があります。ただ、 キャラクターの救出タイミングを考えると、この罠を動かしたことでいきなりフランシュタイとなるっていうことは考えにくいので、ここで誰かの生死が分かれるという雰囲気ではないんですよね。開けない方がいいのか、開けた方がいいのか、判断が難しいです。というか、田中エルナがいない件と、この謎の虫、関係してたりしないですよね。チェーンカッターを収める場所が塔の1階から地下室に変わっています。 はめたら糖が揺れてるのでもしかしたらヤバタニエンスさんと同じようにチェーンカッターをはめることで糖の構造が変わってくるとかですかねそして謎のアイテムおなもみ服にくっつく植物ですが謎解き脱出ゲームの謎解きで何に使うんでしょう家畜にとっては猛毒らしいですけど使い道が想像できませんねそしてやけに豪華になったはしごここら辺は初代と同様に壁の謎を解けば動くという感じに思います ただその謎の解き方は違いそうですね。そして、ハサミは左の塔の2階に隠されているようです。別の場所の謎を解くことで使えるようになりそうです。カウンタービレではなく、これは普通のハサミかな。次はこの動画見て一番気になった、こちらの少女。見た目からはピクシブの方にだけ投稿されている淀ド姉妹の姉のように見えますが、この少女自体はエリンが領主を務めていた時代の人物のはずですが、なぜいるのでしょう もしかしたら、これってエリンが漁師を務めていた時代とかそして、救出対象は最初の8名だけのはずですが、明らかにこの淀見ミ姉妹姉、カッコ仮も、救出対象っぽい捉えられ方をしています。救出するのが8名ではなく9名なのか最初に紹介した8人のうち誰かはそもそも救出対象ではないのか もしこの淀見姉妹が救出対象外のキャラであると考えるのであれば、この扉を開けることで動けるようになってどこかに移動する、彼女をどこかに導く必要があるという謎解きでしょうかその際におなもみを服につけて後を追うとかできますかねまあただこの少女は足が潰れてるようなのでそんなに動ける気もしないんですよね。このキャラがどういう関わり方をしてくるのか、ストーリーの面でも謎解きの面でも気になるところです。 続いて、本当にこれサイド B のものかどうかはわからないですが、八神ちゃんの言っているこのセリフ。ヤバタニエンさんの金森みたいに、本物がどれかを選んで救出しないといけないような拘束がされてるんでしょうか。失敗を選ぶと部屋ごとぐちゃりとか。という風に、今のところ初代とは舞台設定も登場人物もほとんど同じではあるものの、謎解きはもちろんのこと、拘束のされ方が全員変わっていて、すごく楽しみですね。 ということで、ご視聴ありがとうございました。